スもう一本。いや、今度は5本まとめ買いしていくぞ。5本と言わず一気に10本ぐらいいってみてはどうだ。まあこの値段ならいいか。じゃあ10本買うぜ。毎度あり。隠しボスの存在がメジャーになり、再戦のためにナスをリピートする者も増えた。しかし同時にナス栽培も珍しいものではなくなり、価格競争でどんどん安価にせざるを得なくなってしまった。あっという間に弾けたっちゅね、ナスバブル。だが品質ではどこにも負けん。それにゲーム内のナスのグラフィックについても運営に要望を送っているところだ。我が農園のナスたちの写真もしっかり添付済み。これでこの世界のナスはもっと美しくなれる。そんなアップデートされたところで喜ぶのはおばはんぐらいっちゅよ。皆様お疲れ様です。問題解決のためご協力いただいているとのこと、誠にありがとうございますです。ああ、ブークちゃん、このところシリアス展開続きで嫌がりそうでしたのよ。さあさあ、思いっきり充電させてくださいまし。あの、今回もまた運営からのお知らせがありまして、すぐに管理者モードに切り替わりますので。こちらは、ヨウメガミオンライン運営です。裏方が出張ってばかりで申し訳ありません。おぉ、GM さんだ。お預けばかりで、私、欲求不満ですわ。はいはい、もうちょっと我慢してちょうだい。それで、GM さん、何か進展があったのかしら？まず、前回も話に上がっておりましたが、今までに起きた問題の数々は、やはり、すべて裏でつながっている可能性が高いとのことです。モンスターによる攻撃や、エラー散布といった破壊工作は、依然として続いており。何？また何か召喚でもされたの？やっと見つけたよ、バイスの天才ハッカーさん。おや、思ったより早かったですね。てっきり勝てないと分かって逃げ出したのかと思ってました。なわけあるか。バイスのセキュリティは世界一とかなんとか言われてるようだけど、現に侵入されちゃってるわけだし、それは残念ながらここまでだよ。こんなに簡単にあれこれできるなんて正直がっくりだ。隠れる必要性も感じない。直接実力の差ってやつを見せつけてあげようじゃんか。いいでしょう。ここまで来たらあなたの居場所を特定してみせます。デュエル。なんか始まっちゃった。バトルなら私も達成しちゃうよ。お姉ちゃん、ダメだよ、これは手を出しちゃダメ。どうして？それはこれから始まる戦いを見ていればわかるはずだよ。私のターン、くらえ、ロンリバクロン。事前にデータを仕込んでいたわけです。ですが結合前に書き換えてしまえば。甘いです。全部無効化されただと？ならば次はこれだ。サイバーディメンション的なバトルだね。何が起きてるのかは全然わかんないけど、モンスターとの戦いだったら加勢できるけれど、確かにこれは見守るしかないわね。残念、そっちのルートは完全に塞いであるんですよ。とやるね。やっぱりバイスのトップは違うよね。バイスのことも四女神オンラインのことも大嫌いだと思ってたけどさ、可愛さ余って憎さ100倍ってやつだったのかもしれないね。だってこうやって君とデュエルしていることが今すごく楽しいんだ。生きてるって実感できるよ。デ
よく聞こえないけど小声で何か言ってるわ。 GM に個人的な恨みでもあるのかしら。なんか怖い。手こずらせてくれましたね。ですがもう逃がしませんよ。ああ、私また負けちゃったんだ。ねえ、バイスの GMC、 私の身元ぐらいもう突き止め済みなんだよね。いいなよ、さ、行ってみなよ。ええ、もちろん。こんなことができるのはただ一人。一連の事件の真犯人は我がバイスラボのライバル、シュバルツカンパニーのトップ技術者にして社長、マインさん、あなたですね。あなたがあのワールドブレイクオンラインの制作者だと言うんですの？びくっ。急に大声出さないでほしいんだけど。ていうか、どちら様？今すごくいいとこだから、水をささないでくれるかな？つうか、その肩書きはもう違うけん。今やシュバルツを潰したやつとしか。ねえ、黒幕さん。キリアや猫姫ちゃんをそそのかしたのも、あなたなんでしょ？私には全部お見通しだよ。たった一つの真実を見抜く！見た目は聖騎士！心はデブデブ！別にあなたが見抜いたわけじゃないでしょ。というか、他に容疑者なんていなかったじゃない。ああ、そうだよ、全部私がやったこと。四女神オンラインの成功に嫉妬してめちゃくちゃにしようとして、現在進行形でしっぺ返しを食らってるあかんやつ、それが私。どうせぼちぼちこっちにお迎えが向かってるんだろうね。お迎え？所属国の警察かしら。どこに住んでるのか知らないけど。バイスの GMC、 最後に一勝負できて楽しかったわ。ま、すんなり逮捕される気はないけど、とりあえずお呼ばれだけはしてくるか。GM、 大変です。何があったのです？いたチーターを発見できたのですが、つい先ほど急激に暴れ始めまして、エリアが崩壊し始めました。なんだ、そんなこと。ちょうど親玉を捕まえたところだから、こっちで何とかします。マインさん、あのチーターとやらを早く止めてください。はいはい。
マインさん、なんか止まらないみたいっすわ。左遷。左遷ではありませんよ。マインさん、チーターの管理権限をこちらに。ダメみたいですね。完全に暴走しています。まさかチーターのデータ吸収力がこれほど強大だったとは。これは一度チーターの HP をゼロにして行動を止めるしか。ですがご存知の通り、私のゲームの腕では。 GM さん、チーターとの戦いは私たちにお任せくださいまし。そうよ、忘れないでちょうだい。一人で何とかしようなんて水臭いわ。そうだ、俺たちのパーティー漆黒の堕天使だって協力するぜ。私も戦うわ。俺もそうだ、よしやろうぜ。僕も HP は1のままだから、雑魚の相手ぐらいならできるはずだ。キリア、皆様感謝いたします。それではチーターをクロノゲイヤに隔離いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。それじゃあみんな行くよ。さーって、書類はこれで OK。 ラステーションの技術者にもあれこれお願いしておかなくっちゃ。他の場所へ攻撃が行かないとも限らないわね。国内ネットワークへのクラッキングなんかも警戒しておかないと。そういえばプラネティウム協会でも何かいろいろしてくれてるみたいだよ。こういうのは専門家にお任せしちゃうのが一番だよね。備えあれば憂いなし。私もそろそろ協力要請をしておきましょうか。もしもし、突然申し訳ありません。お久しぶりですわ。現在4女神オンラインで起きている事態ご存知ですわよね。あなたにもご協力をお願いしたいのですけど。いつも通りで問題ないですビル。話が早くて助かりますわ。ではいつもの感じでよろしくお願いいたしますわね。さあ、私たちは私たちにできることをいたしましょう。
人とも君の世界の職業に随分慣れたもの、ね、私がバックアップすれば思いっきりやってしまいなさい。このくらいでいいから自己的の力を、そんなに邪魔をしない。平気ですわ。これで終わりですわ。クライマックス。世界と共に滅びるがいい。パワーアップ
してるっていう予想はどうやら当たりみたいね。上等じゃない。とにかく今はこいつをぶっ倒す、それだけよ。ええ、そうですわね。余計なことなど考えず決着をつけてしまいましょう。どんな強敵が相手だって女神は必ず勝つって決まってるんだからね。みんなレッツゴーだよ。そんな全然ダメージが通らない。チーターのくせに。ぬるい、ぬるすぎる。少しは楽しめるかと思ったが、とんだ期待外れよ。やっぱりチート級だよ。こんなの倒せるの？皆様大丈夫ですか？ブーケちゃん、これから私が GM から受け取ったワクチンデータの組み立てを行います。その間なんとかチーターを抑え込んでくださいです。わかりましたわ。よろしくお願いいたしますね。秘密兵器の完成までなんとか頑張らないとね。みんなバトル再開だよ。よし正面からは勝てぬと見て、アイテム何度に頼るとは。戦士の風上にも置けろ。雑魚よし
間に合ったようですね。 GM さん、ブーケのプログラムにパッチを当てておいたのです。結構ギリギリの作業になりましたが、大丈夫そうですね。間に合ったようでよかったです。大丈夫じゃありませんわ。すごくすごく心配したんですわよ。本当に大丈夫ですので。ですがさすがに少し疲れましたです。無理もないって。さあ町に帰ろっか。お待ちになって。私ワールドブレイクオンラインが大好きでしたの。サービスが終了してからは心に穴が開いたような気持ちでしたわ。それはトモス、でも今さら同情なんていらないから。同情などではありませんわ。本当に隅々までやり込んでいたのですから。私のキャラクター名はグリーンハート。聞き覚えはありませんこと？グリーンハート、あの生きるレジェンドプレイヤー？そんなまさか。グリーンハートですって。ピクッ。うわ、猫姫ちゃんが調べった。戻ってきたの？このまま最後まで出てこないものとばかり。また至近距離でシャウトとか、ほんとビビるからやめて。あ、あ
はツールの。よくも騙してくれたわね。あれのせいで表示がぐっちゃぐちゃになって操作も全然効かなくなっちゃって、家族で使ってるゲームデバイスを壊したってママにもすっごく怒られて大変だったんだから。あれ、この感じもしかして黒猫姫さんって本当に女の子？猫魔じゃなかったのね。あ、今聞こえたのは姫のお声ではないか。おお、キリアまで全員集合。姫、よくお戻りになられた。僕はずっと君のことを信じて待っていたよ。その話はまた後でちゃんとするから。グリーンハートはどこ、どこにいるっていうの？何？グリーンハートだって？僕が憧れた伝説のプレイヤー、二刀流のキリアをも倒したという、あのネトゲ界隈では知らない者はいない人物。さすがに姫も知っているのか。だってそもそも私が名前にダガーをつけたのはグリーンハートに憧れたからだもの。なんだか連呼されると少し照れてしまいますわね。はぁ、テールったら人気者だったんだね。グリーンハート、四天王や七賢人などを含む40人の精鋭の頂点に立つワールドブレイク内でも最強無比のプレイヤー。最速でのレベルカンスト、ダンジョン前走の攻略はもちろんのこと、ギルド戦ではサービス終了まで全戦無敗、24日に一度しか出現しない8人用コンテンツの超凶悪モンスターをソロで借り、サーバーに2本しかない最強の剣リディを二刀流に構える。ベール、あなた本当にいつ仕事してたの？突っ込むだけ無駄よ、ブラン。持ちつけ私。パーフェクトソースがないんだ、こんなでかい釣り針に引っかかるわけ。ねえ黒幕さん。いいえ、マインさんとおっしゃいましたわね。ワルブレ運営最強の GM マインちゃんはあなたなのでしょ？あなたとは何度か極秘に対決させていただいたことがありますわね。2対2で結局引き分けのままでしたので、最後にもう一戦ぐらいしたかったのですけれど。え、それって私が興味本位で持ちかけた対戦のこと？待って、完全に2人だけの秘密だったはずだし。マジ？お姉様がグリーンハート？ねえマインさん、私もう一度あの世界へ行きたいですわ。罪を償ってワルブレのサービス再開を目指しませんこと？きっとお力になりますわ。はあ、力になるなんて簡単に言うなし。だってうちの会社はもう。会社がなくなったってことはこの人今完全に無所属なの？ノワールったら、急に無職の心をえぐる質問をやめなよ。違うわよ。罪を償うなら別にリーンボックスじゃなくてもいいわよね。ラステーションで今ちょうど腕の立つ技術者を探してて。確かに元クラッカーをセキュリティに利用するケースは多々。ここは私も賭けに出てみようかしら。そこのあなた、一度ルウィに来てみるのはどう？それなら私もお願いがあるんだけど、ネプギアがあなたのセミナーに行きたかったってずっと言ってたから、今度お話ししてあげてくれないかな？え？この状況でなぜ私ヘッドハンティング受けてるんです？急に泣き始めちゃった。もうノワールが無職とか言うから。いけないんだ。言ってない。無職って言ったのはあなたでしょうが。待っていてくれるプレイヤーがいる。そのためだけにゲームを作り続ければよかった。なのに私は他人の足を引っ張ることばかり。グス、なんで
私どう見てもドロップアウトしか残されてないのに、必要とされるはずないのに。無論今回の事件のことをきっちり片付けてからですわ。考えておいてくださいませんこと。どこの会社のやつらかは知らないし、ありがたい話ではあるけど、再起するなら私はもう一度自分の足で立つ。そして新しい世界を作ってみせる。君らとはこれからもライバルでいたいなって今思った。ワインさん、また別のステージで戦いましょう。ああ、いずれ。そんじゃ、今度こそ行ってくるわ。またね。行っちゃったね。さて、解決しなければいけない問題はもう一つありますね。私は思っておりましたわ。本当にお姉さまって呼ばれて引きつってたような。まあまあ、最後にちゃんと戻ってきてくれたんだからそれでいいでしょ。僕も姫も裁かれる覚悟はできている。さあ、いかようにも人思いにお願いしたい。それではプレイヤー名黒猫姫さん、並びにキリアさん、理由はどうあれチートツールを使い破壊行為に加担した罪は帳消しにはできません。よってお二人が現在使用されているアカウントを永久凍結とします。以上、あしからずご了承ください。以上？それだけですか？いえ、決して異論があるわけではありませんが。逮捕とか罰金とかいろいろされちゃうんじゃ。覚悟はしてきたつもりだけど。もちろんあなた方を全滑機にすることも可能ですし、装備を剥いで高いところから落とし続けたりすることもできますが、今回はこれが妥当な処分と考えます。決して悪いことばかりではなく、今回の騒動の中でセキュリティホールを埋めることもできました。ただし二度目はありません。それだけはご承知おきください。はい、わかっています。ゲーム業界とアルスガルドの女神様に誓って。私にとってネットゲームは理想郷だった。可愛いアバターで可愛
く振る舞っているだけで、みんなチヤホヤしてくれる。甘える心がどんどんエスカレートして、自分が一番じゃないと嫌になって、他の人のことなんて全然考えなくなってしまった。パイセンの向こうには本物の人間がいる。ここは仮想世界であっても現実。僕らはそんな当たり前のことすら忘れていた。黒猫姫さん、キリアさん、またいつか君たちとどこかの世界で出会い、今度は同じ目標に向かって共に戦うことができたらとても素敵だと思う。うん、そうだね。私もその時を楽しみにしてるよ。それではアカウント凍結作業に入ります。あんなにたくさんひどいことを言ったのに、キリアだけは最後まで一緒にいてくれたね。我が魂、我が熱き思いは永遠に姫一人のものだ。だから最後の瞬間まで君と一緒にいさせてほしい。ありがとう、キリア。生まれ変わってもまた一緒に冒険して。約束よ。ああ、約束だ。それじゃあ、お姉様たち、またどこかで。女神様、いえ、CPU の皆さん、この度は本当にありがとうございました。一時はサービス開始延期やそれ以上も覚悟したのですが、皆さんのご助力により危機を乗り切ることができました。いやー、ストーリーで世界を救う前にゲーム自体を救っちゃうなんて、まさに主人公って感じだね。これでようやくゲームの続きを楽しめますわね。ベータテスト期間中にきっちり魔王を倒しませんと。魔王？あ、そういえばブーケちゃんは今どこにいらっしゃるのかしら。本当に本当に大丈夫なんですの？少々データのチェックをしておりましたので、現在は私のアバターに統合されております。ではそろそろブーケに交代するといたしましょう。今後とも妖女神オンラインをよろしくお願いいたします。 GM さんもお疲れ様、これからもよろしくね。皆様、本当にお疲れ様でした。ブーケちゃん、ブーケちゃん、すっごくかっこよかった。みんなでちゃんと世界を守れたね。ニコニコ。ブーケちゃんが無事で本当に良かったです。これからもストーリーを一緒に進めてくださいね。ブーケの本当のお願いは私たちがバッチリ叶えてあげるんだから。私、本当にブーケちゃんがいなくなってしまったと思って、まあ、言葉になりませんわ。ご心配をおかけしてしまい大変申し訳ないです。ブーケちゃんは謝りすぎですわ。あなたもこの世界も無事で本当に良かった。それだけで十分ですのよ。私の方こそあなたに少し謝らなくてはいけませんわ。先ほど黒猫姫さんとキリアさんのことを見ていて思うところがありましたの。はぎゃ、何でしょうか。私には思い当たることがさっぱりないのですが。私、妹が欲しいあまり少々ブーケちゃんに対してぐいぐい行き過ぎていたかもと思うのですわ。今さら？なんと言いますか、妹範囲がエスカレートしていて、
姉妹のいらっしゃる皆さんにはきっとこの気持ちは伝わらないと思いますわ。つまり今後はネプギアに対するたよんたよん攻撃とかもちょっぴり自重してくれるってことでオッケーなのかな。あら、シャレのわかる身内の皆さんはまた別ということで。ですがブーケちゃんとはまだまだ出会ったばかりですもの。改めてお友達から始めていただけないかしら。もちろん姉には立候補しておきますけれど。はいです、もちろんよろしくお願いしますです。私もその言わなくてはいけないことが。まあ何かしら、何でも話してくださっていいんですのよ。この世界の皆様は私にとっても親切にしてくださいます。 CPU の皆様も他のプレイヤーの皆様も、外の世界のお話やアルスガルドでの冒険のお話、私の知らない出来事、知らない言葉を皆様が教えてくださる。ブーケはそれがとても嬉しいのです。私たちもあなたとお話しするのは楽しいわ。私だってもうお友達だと思っているし。ええ、あなたも CPU の一員よ。はいです。それで私、皆様のことをもっともっと知りたいんです。ですから、その皆様、私とデートしてくださいです。もう会った、もう会った、遊んでいたい。自作自演珍しい、マインちゃんがお出かけなんて。いろいろやらなきゃいけないことがあるし、ちゃんと外の空気を吸って気持ちを入れ替えようと思ってさ。まあそんなわけでしばらくは帰ってこないかも。それは寂しくなるわね。ここの掃除だけはしっかりやっておきますから、いつでも帰ってきてね。おばちゃん、ありがとう。じゃあ、行ってくる。さてさて、エピローグっぽいのが流れたけど、これで終わりだと思った？もうちょっとだけ続くよ。四女神の守護する大地、アルスガルド。今この地は魔王復活の脅威にさらされていた。しかし
突如現れた選ばれし者たちが四つの神器を見事揃え、四女神の再臨を成し遂げたのだった。迫り来る魔王復活の時、結界により魔王の居城を守る幹部双璧を倒すべく、選ばれし者は今再び旅立つ。さあ、第2部の開幕ですわ。アルスガルドの運命やいかに。で、これから双璧を倒しに行くってところまでストーリーを進めてたのよね、私たち。ええ、次のイベントはカトルプリム大聖堂にいらっしゃるブーケちゃんに話しかけることで進行できるはずですわ。うん、普通にストーリーを進めるこの感じ、なんかちょっと懐かしいね。そんなに時間が経ったわけではないけど、一気にいろいろ起こったものね。それじゃ、ひとまず大聖堂に向かいましょう。